今年3月に発生した福島県沖を震源とするマグニチュード 7.4 の地震では、福島県や宮城県で最大震度6強、埼玉県内でも最大震度4を記録しました。この地震が原因で新幹線が脱線し、復旧までにおよそ1ヶ月かかるなど、被害は長引きました。また、去年10月に千葉県北西部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生した際は、川口市と宮代町で震度5強を記録しました。こうした状況について、地震工学を専門としている埼玉大学大学院理工学研究科の斉藤正人教授は、改めて地震への備えが重要だと呼びかけます。地震が起きてからもう11年ですかね、経って、だいぶその余震活動、地震のその活動というのは収まってきていると思いますけれども、それでも、まだですね、そのあたりの余震域での活動というのは、十分に収まっていないので、もうちょっとこう長くですね、長い期間で、継続的に、そういったことは起きるのかなというふうに思います。埼玉県あるいは埼玉市とかですね、行政の方で、想定している地震というのが、首都直下の地震マグニチュード7クラス起きる可能性があるというふうに考えられてますので、そういう意味で、常に地震に対して備えをしておくということが大事かなと思います。斉藤教授は地震に備える上で重要なポイントを次のように指摘します。西側が山地、東側が低地になっている埼玉県は、その地理的な要素を踏まえて、それぞれの地域に合った防災対策を考える必要があると話します。低地の部分はですね、河川にこう削られて、軟弱な地盤が、土がですね、堆積しているような状況ですから、震源が少しこう離れていても、割とこうよく揺れる、そういうような状況になっています。あとは液状化ですよね。建物を支えている地盤が、あたかもこう液体のようにこう振る舞う、重いものは沈んでしまいますし、軽いもの、マンホールであるとか非常に軽いものは浮き上がってくる、地盤の柔らかい、ところでの、建物の、被害というのは少し気をつけておかなきゃいけないかな。山地の方は大丈夫なのかというと、そういうわけでもなくてですね、地盤が硬いので、比較的こう高いこう振動数の波がですね、こう伝わっていって、壁を壊すとか、墓石を転倒させるとか、そういった被害もよく見られますので、それぞれ住まわれている場所で、どんな、被害が起きるのかということを、事前に知っておくことが必要かなというふうに思います。災害時にはやはりインターネットが一番こう有効な情報収集の手段だと思うんですけれども、皆さんがこう一斉にこう使うということで、サーバーがダウンしてしまうということがありますので、だいたいよくやれているのが、その発災から6時間はいくら頑張ってもなかなかそのインターネットにつながらないとか、電話できないとかですね、そういった状況に、なりやすいんですよね。バッテリーがもう持たなくなってしまうので、そこは少し節約をしつつですね、6時間ぐらい経ってから、徐々にそういうアクセスですね、して情報確認をしていくというのが大事なのかなと。災害用のですね、伝言板であるとか、そういったあまりこう負荷がかからないような仕様で、使っていくというのが、その6時間内では大事なのかなと思いますね。地震の揺れでその被害遭われる、亡くなられるとかですね、それと同じぐらいの規模で火災で、亡くなられてしまう方が、出るというふうに予想では出ていると。ですので、やはりその初期消火がポイントになるのかなというふうに思いますので、ご自宅に消火器とか
あるいはその消火用のスプレーとかそういうものを、まあ、しっかりと備えておく、あるいはまあ感震ブレーカーをつけるとか、まあ、そういったことが大事かなというふうに思います。今後30年以内に大きな地震が起きる可能性が高いと言われる日本に住む上で、斉藤教授はコロナ禍の下では特に自助の力が大切だと訴えます。防災力はよく言われている自助とか共助公助とありますけど、今相対的にその共助の部分の力がコロナの影響で落ちてしまっているかなと。ですので、まあ、自助の部分の比率を上げて全体として防災力を維持するということがすごい大事かなと思います。